セラもしくはケルラは古代ギリシャ及び古代ローマの僧院に見られる壁に囲われた部屋のことである。古代ギリシャ及びローマにおいては、セラは寺院の中央に建てられ、その寺院を代表する神格を崇拝するための偶像が建てられる。加えて、セラにはその神格に関連付けられた石、兜、槍、剣、戦利品といった奉納された品の受け取りを補助する。 テーブルを含むことがある。集会所や祭壇は、セラの中に作られることはなく、他の神格に沿うようにして、建物の外に建てられた、集められた、奉納物は、実質古典古代のギリシャやローマにおいて、仮想の通貨として用いられた。ウィットルウィウスによれば、ポータニキシオやウェイのような、エトルリアの寺院では、ファサードに円柱を2列に結合させたセラが3つあった。 セラが一つで、円柱がないギリシャやオリエントに見られるタイプとは異なる。建築物この全く新しい建築物は、イタリアのティレニア地方とエトルリア地方で数形を集めた。古代エジプトのプトレマイオス王国のヘレニズム文化においては、エジプト寺院での創造以前の宇宙を象徴する、完全な闇が存在する、隠されたあるいは不明な聖域を中に持つセラについて研究している。 セラ、または、ナスと呼ばれるものは、多くの箱のような神殿を持つ。ギリシャ語におけるナスは、考古学者がピラミッドの中央の部屋として説明するものによって、拡張されてきた。初期のクリスチャンとビサンティン建築において、セラ、およびナスは、教会の中央、天礼を行うために確保された場所だった。後に、チャペルや修道士の小部屋は、セラと呼ばれた。 ありがとうございます。